断りします。もうどうでもいい。まだ確定していない情報を危機として伝えようとするな。息を整えて日の神様になりきるんだ。父さん。炭治郎、この神楽と耳飾りだけは必ず途切れさせず継承していってくれ。約束なんだ。